ピエール・スーラージュ。ピエール・スーラージュは、フランスの画家、彫刻家、版画家。1919年、南フランスアベロン県ロデーズで生まれる。スーラージュは、黒の画家としても知られている。それは、色彩、都市色彩との両方に興味があるという、彼の色彩への興味のあり方から来ている。光が黒に反射するときに、光の反射によって、 黒はその様相を変化させられ、変質させられるのである。光の反射は全く作品の持つ精神の広がりへと通じているのである。スーラージュは光を取り組むべき対象だと考えたのである。彼の作品の表面の黒の島は彼に光を反射させるのを可能にし、黒色が暗闇から明るい世界の中へ出てくることを可能にした。 それらはすべて黒を光り輝く色だとすることにより可能となったのである。第二次世界大戦以前にすでにスーラージュはパリで自分の職業を求めて美術館を巡っている。そして兵役を得た後彼はパリでスタジオを開設し1947年に彼の最初の展示会をサロン・デ・アンデ・パンダンで開催している。 彼は舞台装置のデザイナーとしても働いている。1949年、初古典を皮切りに、ミュンヘン、ニューヨーク、コッペンハーゲン等で古典を開く。1979年、アメリカ文学芸術アカデミーの海外名誉メンバーに選ばれる。1987年から1994年、コンク村の聖イントフォア大修道院の104の ステンドグラスの窓を制作。スーラージュは、サンクトペテルブルクの国立エルミタージュ美術館での展示会を行った最初の存命中のアーティストであり、その後、モスクワのトレチャコフ美術館でも2001年に個展を開催している。彼が1959年に制作した作品は、2006年のサザビーズで120万ユーロで落札されている。2007年、 モンペリエのファーブル美術館が一部屋を丸々使って、スーラージュの作品を展示し、彼がモンペリエ氏に対して寄付した内容を披露。このモンペリエ氏への寄付には、1951年から2006年にかけて制作された20枚の絵画が含まれており、その中には、1960年代の主要な作品、1970年代に制作された2つの大きな黒色の領域を超えた、 黒の作品、そして大きなポリプティックがいくつか含まれている。彼の作品の回顧展が、ポンピドゥセンターで2009年10月から2010年3月にかけて開催された。2010年には、メキシコ市博物館で、スーラージュの絵画の回顧展が開催され、画家本人のインタビューを収めたビデオも公開された。ありがとうございます。